写真拡大。広島2から1巨人、13日、マツダスタジアム。執念の継投も最後に力尽きた。11回石満塁。鍵谷が代打磯村に左2票許しされおなら負け。巨人の連勝は5で止まり、原辰徳監督はギリギリのところでした。1点というのは守るのが難しい。もう1本でなかった。ピッチャーは攻めることはできない。わずか1点しか取れなかった打線を敗因に挙げた。終盤に坂本勇の頭脳プレーで追いついたが、そこまでだった。8回石1、3塁。丸の2ゴロで一走の坂本勇が菊池涼のタッチを避けた。1、二塁間に挟まれる間に3走の重信が本塁生還。好走塁でもぎ取った1点にベンチは沸いたが、9回以降は広島の継投にかわされた。11回西満塁の勝ち越し期には若林が中飛。あと1点が遠かった。前夜の8投手起用に続き、この日は7投手をつぎ込みながら総力戦に敗れた。2位の DeNA が敗れ、3差は変わらずも対広島今季勝ち越しは消滅した。14日は今季最後の2月松田でのゲーム。しっかりやると原監督は前を向き次戦を見せる。